まりました石田の深夜食堂。皆さん麻婆豆腐は好きですか？今日は皆さんが大好きなあるアイテムを使うだけでむちゃくちゃ速いスピードで麻婆豆腐が作れるようになります。それを皆さんに紹介したいと思います。題して今考えるな麻婆豆腐2017夏石田の深夜食堂スタートです。誰もが知っているあるものを使って超高速で麻婆豆腐を作るという、ということでその食材とはコーラ。コーラで麻婆豆腐を作りたいと思います。まずいもん作るんだろう西田と思ってるでしょう。思ってるでしょう。見てろよ。医者芸人の新春クイニックです。じゃあいただきます。はい、いただきます。さっさと食べろ。下で、あ、そう、あ、普通に美味しい。あ、ほんと？うん。実はある食材がメインで作られた麻婆豆腐なんです。ニラ？ネギ、それネギか、うん、マジ全然分からん。豆腐でしょ、肉でしょ、うん、ネギ、ニラ、うまい。え、なんだろう、知ってる食材？もちろん、何年も前に出会ってる。ニラ？いや違う、ヒント。子供から大人までみんな好きかな。え、ニラ？違うって、あるそんなイメージ。ニラに子供から大人までみんな好きなイメージ。いや、ある。飲み物、スピーディーに作れた、この飲み物のおかげで。あ、もう分かった顔したね、それは。オレンジジュース。違う、分かった顔したのに今。ニラの時と違う顔したのに。冷蔵庫にオレンジジュースあったから。ズルだからそれ。正解出します。全然分かんない。え、マジでコーラ、うん、え、なんで、全然分かんないけど、この甘さがコーラなのかな。手続きが省略されるってこと？いや、そうそう。本当に入ってる？いや、入れた。カメラにちゃんと収めてるから。本当？一部始終を、うん、こら、本当に入れたか。何を笑ってる。いや、でもめっちゃうまい。ちょっとコーラ、これ発見してしまったかもしれないですね。ちょっとコーラ料理、こうして西田のコーラ料理の旅が始まった。コーラと一緒にカロリー摂取してください。